お、取れちゃんじゃん。奇遇だね。イエーイ。今から映画館行くんだ。なんかいいのあったら見たいと思って。よかったら取れちゃんもどう？やっぱ映画館ってテンション上がるよね。バターとかキャラメルの匂いがするせいかな。そうだな、うん、トレちゃんが決めていいよ。うち割と何でも見るし、チョイスは任せた。選ぶだろうなって思ってた。うちが目をつけてたのよそれ。その監督いいよね。いつもチャレンジングでさ、過去に面白いフォーマットを何個も作ってんのに、それを新作で毎回ぶっ壊してくんの最高だよ。もう決まった感じ？んじゃチケット買いに行きますか。ふむふむ。座席どうする？真ん中の方か、端の方か。トレちゃんはどっちがいい？スクリーンを体感するには多少狭くても真ん中がいいよね。てか、そう言うと思ってすでに購入済みだが。わかる、わかるよ。映画館に来るとテンション上がって物販買い漁りたくなる気持ち。まだ上映まで時間あるし、こうなったらとことん見て回ろうぜ。ねね、トレちゃんがポップコーンを買うか買わないかクイズやらせてよ。うちの予想ではね、買うんじゃないかな。今から見る映画は爆発多めだから、ポップコーンを食べるチャンスも多いし。しゃ、情報通り。トランセンド選手500トレちゃんポイント獲得。映画って見る前の時間が一番楽しい説ない？何が出てくるんだろうってワクワクしてさ。トレちゃん的には相当お気に入りだった感じ？うん、わかる。やっぱあの監督アクション撮るのうまいよね。他にはお気にポイントあった？最後ちゃんと驚きを仕込んでたもんな。でね、トレちゃんのレビューもっと聞かせてよ。おっと、もうコーヒーからだ。トレちゃんもおかわりする？ん？いや、マジ？おお、そっか、そこ見抜いちゃうか。じゃあちょっとだけうちも腹を割って話そうかな。チャレンジがなかったからさ、今回の映画には。あの監督の映画にはいつも新しい挑戦があった。主役が喋んないとか、一台のスマホで全部撮影とかね。今回のはさ、そういう過去作で成功したアイディアを丁寧に詰め込んだだけじゃん。だから乗れんかったんだよね。うん、それに尽きるな。でもあそことかは好きだよ。高層ビルを大量の火薬で爆破するシーン。いや、ワクワクしたけどさ、うちが欲しかったワクワクとはちょっと違うんだって。めっちゃ笑ったよ。笑ったけどね、そうじゃなくて
新たなチャレンジでワクワクしたかったんだよ。いや、それはドキドキじゃん。あれもワクワクじゃなくて。おい、トリちゃん、わざとやってるだろう。だから、絵作りに関しても。あれ、もうこんな時間？時計バグってない？まだ語り足りないのだが。それはまたの機会だね。んじゃ、この辺りでお開きにしておきますか。分かってたつもりだったんだけどな。水を差すのもなんかなって思ったから本音を隠した。バレないはずだった、うちの見立てでは。なのに。想定外だったかな。トリちゃん、まだまだ深いじゃん。どうしよう、すっごくワクワクする。